岡市役所1階の多目的スペースには北朝鮮による拉致被害者とその家族について紹介するおよそ30枚のパネルが展示されています。拉致問題に関するこれまでの経緯を年表にまとめているほか、被害者家族が今年5月にアメリカのバイデン大統領と面会した写真などもあり、最新動向を知ることができます。また会場では横田めぐみさんが拉致された事件を題材にした25分間のドキュメンタリーアニメも随時上映されています。このパネル展は国が定める北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて福岡市が企画しました。重大な問題であるということをですね、噛み締めながらこのパネル展をですねご覧になっていただければと。このパネル展は今日午後5時まで開かれています。